さあ今回はこちらボトルマンランダムコレクションボリューム4、まあ、前回前々回とあれなことがあったランコレの4だね。今回もどうなってることやらだけど、まあさすがにこの辺は大丈夫かな。前々回のこの辺はまあ大丈夫だけど、前回のがちょっと内容がね、偏りがどうやら大きくて闇が深かったんだけど、今回はどうなってることやら。で、今回のラインナップは3つだね。光竜王、総竜王とドラグルトの金色。一応コアが違うけど。特にレアとかはない感じかな。記載が特にないので。なのでまあ大丈夫だと。バランス的には大丈夫だと思うけど、それを3つ買ってきたので開けていきましょう。まあまず1個目開けていきましょうか。今回のラインナップは全部ドラゴン関係だね。竜王竜王、ドラグルトもドラゴンなので、あぶねえ、開けたらもう普通に見えたわ。なのでまあ2024年が辰年なので全部ドラゴンなんだね。ではまず一つ目こちら、赤いね。はい、じゃあまず一つ目がこれだね。光竜王の方か。光竜王 G だね。まあ、光竜王、総竜王は、ちょっとあれだな、物が多いので、これでいいや。これを置いとこう。光竜王、総竜王は、黒竜王のモチーフ元。で、さらにその黒竜王をモチーフにさらに近づけたって感じだね。セルフオマージュ。まあ、今回のは単純な復刻じゃなくて、まあ、オマージュだね。まあ、名前は一応入ってるけど、顔とかが特に変わってはないので。まあ、光竜王の角の部分がちょっと違うけど、黒竜王とは。そのぐらいだね。ちょっと近づけてるだけで、まあ、ボトルマンの黒竜王が一番のベースになってるって感じ。では、二つ目。どれ？赤いんだが？赤いんだが？はい、まあ、赤いということで、光竜王が二つになったな。やばい。大丈夫かな？三つ目。三つしか買ってないんだけどな。こちら！お！ドラグルト！金色。金ピカドラグルト。いやー、惜しいなー。惜しいなぁ。総竜王出てれば完璧だったのに。じゃあちょっと全部組んでいくか。さて組み終わったのがこちら。ドラグルトはこんな感じ。で、オリジナルと比べるとこうだね。コアの部分が、コーラ王 G と同じビッグコアのタイプなので、通常弾ではなくて、このビッグキャップやビッグキャップのリングを発射できる。やつだね。で、3つまで装填可能と。で、金ピカに黒と赤のラインでめちゃくちゃかっこいい。で、光竜王がこちら。光竜王は、まあ見た目的には、まあちょっとこのカスタムがフルなんだけど、ほぼ、黒竜王と同じだね。まあパーツの構成なんかも同じなんだけど、ここ。顔の横側に竜王っていう赤いステッカーと、あと角の形が黒竜王とは違う。まあ、黒竜王と同じ形の角してんのは総竜王の方だね。で、まあ、総竜王と光竜王を合体すると超竜王になるんだけど、まあ、ビーダマンの方だと、この特殊な角の間に総竜王の方の角刺すっぽいんだけど、その穴がないので、ちょっとこのあたりが、当時知ってる人からすると、どうやら不満っぽいね。ちょっとここに刺せる穴があったら、より再現度高くなったので、まあ、せっかく、まあ、でも多分ね、ここに穴開けると、黒竜王の角って結構太いので、強度的にちょっと脆くなりそうなので、これは仕方ない部分なんじゃないかな。で、まあ、こいつらには、ドラグルトにはビッグキャップのリングが2つ、金と青がついてて、光竜王の方にはスピードキャップが4つ、オレンジ色がついてくると。まあ一応試し打ちしてみましょう。
ではドラグルト試し打ちしていきましょう。まあ本来は2つしかないんだけど、手持ちのビッグキャップリング1個追加でやっていきましょう。これで3発一気に打てるね。抜群の破壊力。ではお次は交流王の4連撃。いいね。さあ試し打ちしたけど、まあどちらも普通にいい機体だね。まあ交流王と総流王が揃ってればもっと良かったんだけど、まあ金のドラグルト出たからいいでしょう。まあちょっとね、今回の乱舞もあれって思う部分があったのでちょっと触れときたいんだけど、まああんま詳しくは言うつもりないけど、こっちが交流王ですね。まあ言わんとしてることはわかるだろうけど、あんまコメントにもね書かないように。まあなのでちょっとね、外側からわかるっちゃわかるんだけど、ドラグルトが欲しいならまあ目安にしてもらったら、おそらく総竜王の方も交流王と同じような感じになってるので、その辺の違いはもうほぼ運かな。まあ総竜王交流王はちょっと見分ける方法わかんないけど、まあね、参考程度に考えてもらえればあまり言いたかないんだけど。はい、まあというわけで今回はランダムコレクションボリューム4でした。